はい、みなさんこんこにちはお久しぶりですこの語り動画もお久しぶりですねえー、今日は6月18日金曜日、えー、となりました試合から、えー、125日経ったのかなえー、まあ私はこういう状態なんですけど 試合終わってね、1週間はたいあの、無傷な時は、無傷な時はね、すぐ練習再開したりするんですけど、ちょっと今回、汗もかけない状態なんで、えー、いろいろ、毎日、こう、スポンサーさんのところに挨拶行ったり、治療をしたりして過ごしてます。えー、今日はですね、これから1時に、このちょっと、奇抜な髪型を、これ、帽子かぶんないともう街歩けないんで、 これを美容室で少し整えてもらって、えー、その後3時からね、あのー、骨折の治癒力を高めてくれる、あのー、医療用の高濃度酸素カプセルですかっていうものがあるらしくてなんか気圧が普通の接骨院とかあの一般にある酸素カプセルの何倍もあるあの医療用の酸素カプセルにちょっと今日は入ってきて、えー、この骨折をね 早く直したいなと思っております。はいえー、今日もいい天気でこれから太陽でも浴びて、えー、またビタミン D を補給しようと思っております。えー、昨日の,あのタップ問題の動画がすごい伸びてて、えー、感謝しかありません。まあ、私は YouTube こじきとして人の名前を使って再生回数を、えー、稼いでいくのかと。 よく分かりませんけども、あのー、そういう心境であります。はいえー、今日はね、観点さんからのお届け物があったので、そちらの動画をもしかしたら出すかもしれません。ぜひ皆さん見てください。そちらも急上昇乗れるように頑張ろうかなと思っております。では皆様、清く、正しく、朗らかに、 今日も生きてまいりましょう。ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。